寒山修徳図、古人像、おたけ国館4月21日昭和20年5月20日は、明治から昭和期の浮世絵師、日本画家。お、竹子市道、おたけ畜派の弟で、いわゆるおたけ三兄弟の末弟明治13年4月21日、現在の新潟市の荒野に生まれる。本中目吉。父は、おたけ倉松。おたけの読みを、 おだけとする資料が多いが、これは誤りで、正しくは、おたけである、要出典幼くして笹田久も氏に国官の号を受ける。8歳頃から絵を描いて、家計を助けており、東京学霊館の小国民の全国寺動画コンクールに応募して一等を取り、学霊館主人の圧戦で上京、小堀ともに入門。漢学を高橋大華に学ぶ。ほどなく、 明治28年頃に、富山に移り、兄の国一の元に居住、地区派と富山で新聞の創画、売役版画などを描いて、生計を立てる一方、14歳の時、富山博覧会で3等、16歳で、日本美術協会一等賞、翌年同会で同杯を受けた。これが、小堀智音の目に留まり、明治29年2月に竹派と共に上京し、 再びともねの門に入る。20歳前後から日本絵画協会、日本美術院連合絵画協進会を舞台に受賞を重ねる。明治41年の国画玉正会事件では、畜派と共に岡倉角蔵、横山大観と田本若つも、翌年の第3回文典、油断で2等賞、第5回文典、人真似で3等賞を受賞。 明治43年から明治45年には、博文館の雑誌、文芸クラブにおいて、木版口絵を描いている。大正2年には、横山大館を先頭とする、学校派審査員によって、不可解な落選という浮き目にあったが、大正7年第12回文展までは、意欲的な出品を見せた。だが、その不尊な言動から、ご半生は振るわず、昭和10年に、 定点の無観査に迎えられて出品するも、芸術的新境地を開くには至らなかった。一方、国館が描き続けた、教科書や、雑誌の挿絵やポンチ絵、絵本などメディアの仕事が注目を浴びつつある。昭和20年5月20日没。葬儀は、疎開先の福島県田村郡、山根村で行われた。墓所は、玉霊園。人物画に本領を発揮する。 天性のデッサン力に恵まれ、しばしば囚人監視のもとで、即興画を仕上げるのを得意とした。それらの作品は、類まれな画力を知る点で、入念に仕上げられた本画よりも好都合であると言える。また、一癖のある画風と特色のある楽観の文字が、著名である。美術史、美園ボリューム43の関東特集、君は、お竹三兄弟を知っているか にて、おたけ三兄弟の末程として紹介された。国際浮世絵学会の機関誌、浮世絵芸術、三兄弟の地元の新潟日報や北日本新聞でも美園の特集を評価。全国に潜在していたファン、コレクター、研究家、美術館、骨董賞から熱いエールと、全国規模の開顧店を望む声が上がり、現在につながるおたけブームのきっかけとなった。 ありがとうございます。